出口？あっちのドア。もう行くの？うん、とりあえず行くよ。それじゃ、ありがとな、エアリス。うん。いつもここにいるのか？うん。ねえ、どこ行くの？わからん。送ってく。どこへ？わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろ。ここってプレートの下だよな。五番街スラムか。うん、向こう行けば街人たくさんいるし、上へも行けるよ。へえ、じゃあ街まで行けばなんとかなりそうだな。そんじゃ案内よろしく。じゃあ行こうか。ザクス、逃げよう。平気平気、俺がついてるだろ。任せとけ。任せる？はいはい、危ないから下がって。アクティビティコンバットモード。こら！こら！くれ！決まった。コンプリート。頼もしい。強いんだね。強くてまるでモンスターだよな。ザックス、どうかした？いや、さあ行こうか。あれ、かっこよかっただろう。わからん。褒めて、称えて。ほら、ザックス、行こう。で、もしもし。ここが町か。そう。どうかした？スラムって思ってたより町らしいんだな。もちろん、大勢暮らしてるんだからね。あのゲートの中マーケットなの。お店いっぱいで楽しいよ。なんか息苦しい。大丈夫？わかった。空がないからだ。空なんてなくていい。年中プレートに覆われてたら空が恋しくなるだろう、普通。ごめん、普通じゃないの。わけあり。空怖いんだ、吸い込まれそうで。変だよね。普通なんてつまらないさ。そうかな。
そうだ、俺がいつか綺麗な空を見せてやる。怖くなんかない、エアリスだってきっと気に入る。面白そうなところだな。うん、少し見てく。おあ、ごめん。気をつけろよな。ごめんなさい、気をつけます。いってえな。あ、あら、あらら、どうしたの。財布がない。大変。あのガキ、俺の財布すりやがった。エアリス、ちょっと待ってろよな。さっきのガキ捕まえて財布取り返してくる。ブルーノっていうの。ブルーノ、あのガキの名前。うん、あの子少し知ってるの。こんなことする子じゃないよ。でも本当に財布取ったなら何か理由あるはずね。私探してくる。ザックス、ここで待ってて。わかった。待つけど俺せっかちだから。うん、知ってる。バレてた。理由があっても盗みは盗み、ぎったり説教してやらないとな。限界、なくなったのは俺の財布だ。俺もブルーの探すぞ。あっちに行ったよな。マテリアのことなら当店にお任せ。一級品から半端ものまで揃えてるよ。ここから出たとか。なあ、あんた、こっちにガキが走ってこなかったか。男の子。男の子？さあ、こっちには子供はまず来ないよ。そうか。財布でもすられたか。え、ここじゃよくあることだ。でも犯人探しは一人では難しい。町の連中に頭下げて手伝ってもらいな。それもそうだな。よし、適当に声かけて頼んでみるか。ちょっといいかな。いらっしゃい、プレゼントかい。いや、買い物じゃないんだ。なんだ。財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか。こんな子なんだけど。知らないけど、まあ気にしておくよ。助かる、よろしく。たく、どこ行きやがった。嫌がった。なあ、おじさん、そいつだ、捕まえたよ。おお、足の速いガキだな。おい、何言ってんだよ。ああ、もういない。いや、悪いね。俺はとにかく足が遅くてさ。全然追っかける気なかっただろ。そんなことないんだけどな。頼むよ、もう。ザックス。あ、エアリス、ブルーノいた？まだだけど、待ってて。ごめんね。あのさ、ちょっといいかな。なんだい。財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。
協力してくれないか。こんな子なんだけど。ああ、任せとけ。ブルーノだな。うん、任せとけ。助かる。見つけたら捕まえてくれるともっと助かるよ。ったく、どこ行きやがった。いやがった。なあ、おじさん、そいつだ、捕まえてよ。くぅ、逃げられたか。取り押さえようと思ったんだけどな。あいつに今俺のとっておきのマテリアを盗まれちゃったんだよ。いやあ、あれを使われちゃ追いつけないよな。あんた追っかける気なかっただろう。やだな、そんなことないって。頼むよ。もうエアリスもまだ探してんのかな。一人で大丈夫か。ちょっといいかな。ブルーノって男の子を探してるんだ。こんな子なんだけど。見てな。いや、見たわよ。本当か。あっちへ行ったわ。あっちか。そうそう、ずっとそっち。ああ、ありがとな。ってそっちにいるじゃねえか。もういねえし。お姉さん、どういうこと。騙したわけじゃないのよ。私すごく目が悪くって。頼むよ。もうそう、わかった、また来るね。あ、エアリス。ザックス。ブルーノいた。ううん、まだ。でも絶対見つけるから待っててね。ちょっといいか。人を探してるんだ。ブルーノっていう男の子なんだけど。うん、その子を知ってる。お兄ちゃん困ってるんだね。私が連れてきてあげる。本当か。それじゃあここで待ってて。わかった、よろしく頼むな。もう限界。一体どこまで行ったんだよ。おい、そいつは俺の財布を。ああ、もう声かけるから。せっかく捕まえるとこだったのに。逃がそうとしてたんじゃないのか。ひどい、疑うの。頼むよ。もうザックス。あ、エアリス。ブルーノいた。あの子足早くて。うん、もしかしてさっき俺の財布盗んだのお前じゃないか。ひどいな、俺さっきからずっとここにいるだろ。違うか、悪かったな、本当悪かった。いいよ、財布を盗まれたんだろ。犯人探し俺も協力するよ。それじゃあ俺の持ってる情報と兄ちゃんのポーションを交換しない。情報屋かよ。ただってわけにはいかないもんな。その代わり何でも知ってるぞ。毎度あり。ほら、兄ちゃんの後ろにいるぞ。何？なんだよ、もういないぞ。じゃあ、あいつが行きそうなところを教えてくれ。ん？今、情報を教えただろ。
もっと知りたいならアイテムもう一個だぞ。なんだよそれ。へえ、まあいいけど。そんじゃ頑張って。頼むよもう。エアリスもまだ探してんのかな。一人で大丈夫か。エアリス、どうよ。ザックス。そんな顔しなくていいから。でも参ったな。なあ、協力して探さないか。でも。心配すんなって。頭から怒鳴ったりとっちめたりしない。ちゃんと訳を聞いて、理由によっては大きな心で許す。本当？あんたあんた。じゃあ協力しよう。うん、でも手がかりがないんだよな。ブルーの何か買うならまだ町にいると思うんだ。そうか。じゃあエアリスはここで目を光らせる。俺は町を一回りしてくる。そういうことでよろしく。よっしゃ、見つけた。あ、うわあ。はい、追いかけっこおしまい。やったな。お前、自分が何したのか分かってんだよな。人のものを盗むっていうのはな。ザックス。ね、非常に良くないことだぞ。で、盗んだ理由は何なんだ。兄ちゃんには関係ないね。ブルーノ、盗んだのは本当？うん。そっか。どうしてそんなことしたんだ。エアリス、お前のこと信じてたぞ。俺が決めつけてもそんなことする子じゃないって。俺はともかくエアリスには話せよ。お金が必要なの？困ってるの？薬がいるんだよ。でも自分の財布モンスターに食われちゃって、だからこの人の財布を取った。エアリスの友達なら許してくれるかもって。ブルーノ、これはダメ。がっかり。もうしないよね。うん。じゃあ忘れる。また仲良くしよう。ザックス、それでいい？エアリスの顔に免じて許す。ありがとう。ごめんなさい。でも薬がいるんだよな。うん、じいちゃんの薬なんだ。本当？ザックス、いいの？ああ、俺の財布の金使えよ。ありがとう。あれ、ダメだよ、お金全然足りない。マジかよ。じゃ、モンスターから取り返すしかないな。でも危ない。平気平気、この辺のモンスターなんて楽勝。それなら私も手伝う。いいって、大丈夫、俺に任せとけって。エアリスはブルーノと待ってるよ。モンスターはまだ公園に行く道にいるはずだよ。財布とお金返すよ。お金は少ないけど最初からだからね。俺使ってないから。少ない少ないって言うなよ。公園はこっちか。おい君、すぐゲートの中に戻りなさい。ん？
公園からモンスターがワンサカ現れた。公園、なるほど、そいつらだな。なるほど、じゃない、みんな逃げたよ。危ないから君も早く戻りなさい。悪いけど、そいつらに貸してる金取り戻しに行かないといけないんだ。な、何をわけのわからないこと言ってるんだ。ま、大丈夫大丈夫、心配いらないって。あんたもさっさとそのゲートの中に入ってな。出た出た、こいつらだな。ブルーノの財布返してもらうぞ。アクティベイティングコンバットモード。この財布だな。中身も無事だよな。うわっ、俺の財布より入ってる。本当に取り返したんだ、すごいな。うわっ、ベトベト。文句言うなよ、戻ってきただけマシだろ。ザックス、大丈夫だった？楽勝楽勝、問題なし。ありがとうな兄ちゃん。ザックスだ、盗みなんかするなよ。また何かあったら頼ってこい。遠慮しておくよ兄ちゃん。お金俺より大変そうだ。ま、今はな。でもな、見ていろ、俺とエアリスで大儲けするんだから。え？ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい計画だ。そう、ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。エアリス、本気？うん、頑張るから。だから、困った時、ちゃんと相談して。わかったよ、ちゃんと相談する。じゃあ、兄ちゃん、エアリス、ありがとう。ねえザックス、さっきの本気？お花売るって。もちろん、あれだけ言ったんだからやるしかない。そうだ、ワゴン作ろう。ワゴン？そう、花売りワゴン。ワゴンに積んで花を運べばミッドガル中で売り歩けるだろ。んー、あれ気に入らない？ううん、すごい、やってみたい。